次ちょっと難しいことをしたいから、うん、応用かつ水難海中救助。じゃあ約束してくれ。絶対にヘリから降りないでくれ。さあ、どっちが長く息が持つかな。真城先生からね、助けたい気持ちは山々なんだけどね。おい、そんなこと絶対言うな。まずい。逃げろ、プーちゃん。あ、プーちゃん噛まれてる。やばい、もう見食われた。じゃあちょっと次、桃井さん、俺もやりたいことがあるんで、ちょっとプーちゃんに教える側してもらっていいですか。で、俺パンちゃんと一緒に。俺もあれ、僕死、俺死んできます。パンちゃんまだ付き合ってくれるの。はい、大丈夫ですよ。ほんとありがとう。やるって言ってんだからいいんだよ、その食い気味に来なくて。いや、断るタイプの時に食い気味に来るのは分かるけどさ、次はね、ちょっと難しいから、はい、いや、今のも今の成功してないけど、ね、いや、次もね、次ちょっと難しいことをしたいから、うん、応用かつ水難海中救助。ほう。だからパンちゃん、はい、一緒に話をしてよ、その間。はい、どういうことだ。じゃあ待ってますね。結局僕は死ぬ。なんだこれ。さあ行きましょう。いや、最近結構いろんなことが変わってさ、大変なんだよ、はい、めちゃくちゃ世間話になった。なんな、はい、いや、だからその関係で結構ね、しなきゃいけないこともあるんだよ。確かに車の調整入りましたもんね。そうなんだよ。ヘリも変わったんですか。いや、ヘリというかちょっとね、救助周りの動き方が変わって、はい、ちょっと難しいところがあるから、一応さっき500万円ぐらい振り込んどいたから、はい、消えました。まあちょっと、それで治療費とね、多少の報酬として、はい、ありがとうございます。じゃあ今から一緒にお話ししよっか。はい、治療費請求しない。絶対にヘリから降りるのよ。はい、あ、降りちゃダメなんですね、今回は。じゃあ約束してくれ。絶対にヘリから降りないでくれ。はい、わかりました。頼む、絶対だからな。でもちょっと怖くなったら降りちゃうかもしれないですよ、そんなの。自分の命は自分で守らないと。ダメだ、そしたらもう担架で捕まるから。絶対に降りるなよ。はい、絶対降りません。いいな。はい、よし、じゃあ今回も新しい訓練のためにプーちゃんのためにちょっと体を張ってもらおうかな。わ、はい、かりました。よし、だいぶ張ってますけど、行くぞ。やだ、危ないよ。ぷい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 、ゴー、ぷいー、どこに行こう。海のため、海のためにレッツゴー。なんか、あれ来てる。来ちゃったよ。おー、で、溺れちゃうのこれ。二人っきり海のためにゴー。すごい、タートルトーク始まるのか、これ。さあ、どっちが長く息が持つかな。シンクロしてんじゃねえか。一緒に頭下げとるやんけ、お辞儀して。いや、引き分けか今回。負けだよ、どっちも負けだよ。引き分けとかじゃないから。いやいや、だったら引き分けならどっちも勝利の方がいいだろ。両者敗北だろ、これ。もうダウンしてない。負けてんだよ、負けてんだよ。両者勝利。両者勝利、勝ってないよこれ。確かに、プーちゃん、そこじゃないぞ。助けてくれ、俺から助けてくれ。俺からだ、うん、命には価値がある。待って、え、プーちゃん、なんか挟まった。プーちゃん。どんどん打ち上げられた。あ、無事でよかったよ、うん、プーちゃんがどっちを選んでくれるかがかなり大事になってくるんだよ。ちょっと待って、電話来た。ちょっと待って。ふざけるなんて。おい、プーちゃん、なんか叩き出されたんだけど。なんか別の場所に変わった。なにこれ。これね、音エグ。これね、護送した方がいいよ。護送、ヘリのし、なんかお腹部分くらいで。護送っていうのはどこから。さらうの横だね。なんかこっちの護送する。一旦チューブ大丈夫か、時間。うん、30切ったらのつけるなよ。だね。そんなむず、これむずよね。バン乗せられた。バンちゃんから救助しないでくれ。
いや、むしろ先生からね、助けたい気持ちは山々なんだけどね。おい、そんなこと絶対言うな。おい、そうか、じゃあパンちゃん出そう。おい、ちょっと待って、絶対言うな、お前。これなんでパンちゃん、これなんでパンちゃん出ちゃうんだよ、じゃねえんだよ。違う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 、出すだけ出して、持てない。あ、来た。おい、ふざけるな、おい。ちょっと待って、帰ろ帰ろ、砂浜で。おい、命の、おい。じゃあパンちゃん、先行くぜ。ふざけるな。ちょっと待ってよ。いいぞ。そしてここで、うん、これで2人運ぶの5層ならいけんのかな。海中でも頼むぞ、ぷーちゃん助かる。ナイス。チューブ大丈夫か。うん、大丈夫、さっきつけたから。オッケー。これで2人、あれ埋まっちまってるぞ。いや、難しいんだよ、2人は同時。もうこのままもう鳥の銀です。プロになっちゃおう。二人ピックできんの鳥の銀ぐらいこと知らないよ。おい、じゃあ鳥のプーになろう。五層だったらいけるかもな。どうなんだろうな。そうだな。クジラだ。あ、クジラが来た。おい、サメも来たぞ。ええ、そう、ほらどこどこ。まずい。逃げろプーちゃん。あ、プーちゃん噛まれてる。逃げろ。どっちが噛まれるの。じゃあ一人だけ抱えていこう。じゃあな、パンちゃん。おい、もうみさんも俺を抱えなかった。俺じゃねえかよ、食われてんの。もう死んでんだよ。やばい、もみ食われた。もみさん食われた。やばいよ。プーちゃん助けて。やばい。プーちゃん、砂浜に向かってくれ。プーちゃん聞こえるか。プーちゃん、まずパンちゃんを直すんだ。今すぐ離れてパンちゃんを直せ。現場蘇生でいい、現場蘇生。プーちゃん。あ。これ。酸素ボンベ。プーちゃん。敵対全滅です。助けてけーかー。これ犯人いますか、それともあの救助が誰もできないからのピンですか。救助が誰もいない場合はピン。助けに行きます。サブローク、誰かがなんか潜ってる。誰だあれ。おじいさん、あれ誰だ。プーちゃんを誰かがピックした。え、救急隊だぞ。あ、海ちゃんだ。海ちゃん、タバコ屋さんに行ったから。元ナンマさんってこと。え、誰。いや、パイダじゃねえか。なんでいるんだよ、パイダ。アイダじゃねえか。全然、全然元ナンマさんじゃないじゃん。なんだなんだ。冗談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 、タイだ。タイだタイだ。大丈夫か。助けて。よかった。警察は。サブロー君ありがとう。助かった。ありがとう。警官は一人もいない。オッケー、ありがとうございました。本当に。いえいえ、はい、助かりました。ありがとう。はい、どうも。いいえ、プーちゃんはここにいる。プーちゃん。ちゃんも倒れてるやん。
熱っ熱っ熱っ。ポンちゃんも倒れてたの。こんにちは。ごめんね、ポンちゃん。大丈夫だ、これ訓練につきものだ、こういうのは。ありがとう。ありがとう。進むぞ。でも僕は忘れないよ。画面が。何を？二人を選んだ時に。僕の。素晴らしい選択だ。はい。僕のことを話して真代先生を先に取ってったことを。いや、ちょっと待って。パンちゃん先に取れたじゃん。素晴らしい選択だ。パンちゃんから直してあげて、パンちゃん。予定ないから大丈夫だ。もう誰でもいいぞ。ちょっと待ってじゃないよ。みんな、いいぞ、誰でももう。いや、そう、パンちゃんは一般市民。確かに。でも、プーちゃんはその選択をしなかったぞ。くそ。だから、パンちゃん一番最初に通ったよ。何やってる、あいつらは。ふざけるな。テトリスみたいなことすんな。もう、知りませんよ、それもう、深淵に。何やってるんだ、おとなしくしろ。おとなしくしろ。何が？おとなしくしろ。何が？プーちゃんじゃないんだよ、やってんの。何？上官の二人だよ。よし。何も見えないんだって。なんでだよ。もみさんはベッドの下。俺はベッドの上。元気じゃねえか、もみさん。もう絶対直すな、こいつ。こいつ直さんでいいもん。元気だよ。